2017年度センター試験国語第3問古文解説を始めます。今回の動画は完全版ですので、本文のあらすじに沿いながら設問ごとに解説をしていきたいと思います。それでは、センター、解説これだけでも扱った、あらすじですが、今回のあらすじですね。まず聞く気味がクロード、本文中では主のところへ行くっていうのがこのリード文のところに書いてあります。はい。でその次、本文の内容に入って隣の家のあの牢に、まあ、本文中では、追い山と書いてありましたが、追い山の娘を垣間見る。で追い山の娘に恋心を抱いて和歌を送って、周囲にバレないように和歌を送ったわけですね。で返事が来るっていうのが、本文のあらすじになってきて、古典ポイントとしてこれを垣間見パターンと呼んで、垣間見してしまった女性のことを好きになって和歌を送って、恋仲になる。まあ、実際に今回の文は、今回の本文は恋仲にまではならなかった、ならないところで終わってるんですが、恋心を抱くっていうのがその垣間見パターンですね。で、設問に入っていくと、まず、例年通り問いの1番が、解釈の問題が3問、あ、い、うとあって、まあ、今回は比較的簡単でしたね、解釈の問題が。で、問いの2番が文法問題。で、問いの3から本文の、問題に、本文の内容一致の問題になってくるってことですね。はい。それでは先に、そうですね。先にまずは、じゃあ、文法問題ですね。文法問題。文法、問いの1番からやっていきますか。問いの1番をやって、文法問題、をやって、本文に入っていきましょう。まず、あですね。逃げなきまで。逃げなきまで。っていうのは、ここの部分ですね。逃げなきまで。とあります。まあ、本文中の中で、かかるむくらの中には逃げなきまであてに老竹なりっていうその、老山の、追山ですね、追山の娘を見た時にそのむくらの中には、今答えは言いそうになってしまいましたが、まあ言っちゃ、答え言っていいんですが、不釣り合いなほど似合わないっていうことですね。ではなぜ、不釣り合いなほどってなるのは、これ逃げなしっていう、単語の意味で、似合わない、ふさわしくないっていうので、これをきっちり訳出できているのは3番だけです。なので一発です。で、本文に当てはめてみても、そのむくらの中にはにふさわしくない、不釣り合いなほど、当てにろうたげなりってことで、通じるので、このカッコアは、丸の3番が答えになります。次、いですね。い。このいはどこかというと、このカッコイがここですね。聞こえ、魔法式、心地するをっていうここの部分なんですね。で、ここの部分も、そんなに難しくないので解説していきます。まず、聞こえるっていうのは、まあ、ここにもいろいろ意味があるんですが、まあ、大事な部分として申し上げる、だったり聞こえる、噂される、評判される、なんていう意味が、大きくあります。で、その中で、あと、助動詞の魔法式っていうのは、何々、願望なんで、何々したい、欲しい、あげたい、欲しい、たいっていうのは、ここは大丈夫なわけなんですね。ただ、この、ところを、見ると、ここ、括弧内なんで、かっこないなね、誰かの言葉なわけなんですね。で、この言葉は誰が言ってたのかというと、聞く気味なんですね。聞く気味が、ここ。聞く気味の言葉なんですね。となると、聞く気味が自分で言ってるわけなんですね。自分で言ってるんで、何々してほしいだったり、欲しいだったり、これはちょっと、変なんじゃないのかなっていう。何々したい。たいが、ふさわしいっていうのと、あと聞こゆの意味からでも一発なんですね。聞こゆの意味からで申し上げたいっていうこの3番になります。聞こゆが申し上げる、まあ、聞こえるっていう意味もあるんですが、まあ、聞いてほしい、聞くという意味とはまた違うので、これも違いますし、伺うという意味にはなりませんし、まあ、話したい、話す、まあ、申し上げる、言うの謙譲なわけなんですね。だから、ただ話す、話すだけでは4番、5番はふさわしくないということで、3番が答えになります。はい。1番、2番も、単語の意味でもう一発だったと思います。で、括弧、これも単語の意味になってきます。括弧はどこかというと、ここ、怪しう、怪しうなんですが、まあ、怪しう、怪しいという意味で、不思議だ、不審だ、見苦しいという意味が、あります。なので、2、5は、切れます。2、5は、切れて。まあ、こんな簡単でいいのって思った方も、いるかもしれませんが、4番、そのままで不思議だが答えになります。それはまあ本文中を見たときに、
寝られ、たまわず怪しう老たし面影のっていうところの本文を訳したときに、癒しいこと疑わしいこと、というよりは、この、まあ、全体の流れとして、和歌を送って帰ってきた、帰ってきた、でそのでも帰ってきたその文が、ローマからそっけない、和歌が帰ってきてしまってで寝られずにいると、いうのがここ前までなんですね。で怪しう老たし面影の夢ならぬっていうそこの部分で、不思議なことにその老たしその、娘の面影ですね、綺麗な面影の夢ならぬ枕、御枕神につと添いたる御心地してという、部分、から判断してここは不思議の部分になるってことですね。不思議っていう、まあ、そのまま怪しいの意味として、ぴったりということで、なってきます。はい、よろしいですかね。この部分になってきます。もう一度確認して、あ、い、う、3番、4番ということになってきます。逃げなし、聞こゆ、怪しい、そうですね。あ、いが、単語の意味から一発で、過去が4番、まあ、本文中の流れからですね、まあ、最後のところに、また軽く触れます。本文の全体の流れから判断する、しても解けるので、4番、このうは最後にもまた軽く触れたいと思います。はい、で、次が問いの2番ですね。文法の問題ですね。助動詞を意味によって3つに分けると、どうなるのかっていうのが 1,2,3,4,5 とあるので、ちゃんと全部見ていきましょう。本文の中で、その A から、A から E ですかね。 A から E ですね。 A から E までを、ちゃんと見ていきます。まずここ、慣れたまわぬ、たまわぬなんで、たまわっていうのは未然形ですね。このたまうという形は、たまうという形はこれ余談ですね。余談活用で、なんで余談、きっちり整理したかというと、余談と下二の場合があるんですね。はい、でも下二、たまわってきたらもうこれ余談しかないですね。で余談の未然形ということですね。未然形に接続するぬは打ち消しのぬ、ず、打ち消しのずの、形ですね。ぬ、打ち消しの図の、ぬの活用形ということで、ここは打ち消しになります。次、B ですね。 B、 これもあま、にやあらんっていう体言に接続していることのにっていうところと、まああとはこれはにやにかにこそっていうののには断定っていうふうにもう覚えた方が早いですね。にやにかにこそのには断定というふうに覚えておいてください。にやにかにこそ、これが出てきたらこの時のに、このにの識別って非常によく出てくるんで、はい、今言ったにやにかにや、にか、にこそ。まあ、これくらいですね。大事なのは。この3つくらいですね。このに、このにっていうのは、断定です。なので、打ち消しときて、B が断定。で、C が、そむきぬっていう、そのそむくで、そむ、連用形にくっついてるぬ。なので、完了形。完了形になります。ぬ。このにで、打ち消し、断定、完了ときたわけですね。で、D。D がどこかというと、ここですね。ここ、たまひね、たまひね。で、これが、また、連用形についてるやつですね。連用形。またこれも余談ですね。たまは、たまはひふで、たまひの連用形ですね。たまいね。で、これが完了になる。ということで、まあ、同じのができましたね。完了。C と D が同じということですね。で、最後、E が、夢ならぬで、なり。の未然形ですね。なりの未然形、未然形につくぬっていうのは打ち消しなので、ここのぬが打ち消しで、打ち消しは、A ですね。A と E が同じ。で、そして C と D が同じ。で、B。ということなんで、A と E が同じで、A と E。これが打ち消す。打ち消しですね。打ち消し。はい。で、B が断定。断定。で、C、D、これが完了という意味、3つに分けられて、5番が答えということになります。はい。まあ、もう一度おさらいしておくと、助動詞がこうやってあったとして、その上の部分、ここの活用をきっちり見ておくこと、ここを見て判断するということなんですね。はい。
ぬの識別ですね。この時に上を見ておく。未然形につくなら、未然形につくなら打ち消しになって、ここが連用形につくなら、完了形になる。っていうのが今回の問題でした。はい、おさらいしておくと。で、断定のここの B のところは2や2か2こそで覚えておいた方がいいですね。断定ですよ。という問題でした。これも今回も、この文法問題もそんなに難しくなかったというふうに思います。それで、本文ですね。まあ、全部訳してると時間がなくなってしまうので、全部は訳せないんですが、まあ、ここまでのさっき、あらすじをつかんだ通り、ここ、まずリード文のところで、聞く君が、主、クロードのところへ来て、で、いろいろ、もてなされてるっていうところなんですね。で、ここで、垣間見しましたっていう場面がここです。その、垣間見した、女性がすごい綺麗だっていうふうに書かれているのがここの場面。で、それを見た後に、どうなったのかっていう部分で、恩心地した。それを見て、恩こういうような気持ちになったっていう部分が、傍線部の A なわけですね。恩心地して。じゃあ、この問題を、解いていきたいと思います。恩心地して。で、全体試験解説これだけの方でも言ったんですが、回答のポイントとしては、まず根拠を見つけるっていうことなんで、今回問いの3番は、この傍線部と、して、その説明として最も適当なものを選ばなきゃいけないんで、その説明部分、その恩心地というものはどういうものなのかという説明の根拠をまず見つけます。で、根拠っていうのは、その傍線部にあることもありますし、近い場合が多いですね。で、もし近い、傍線部にもわからない、で、近いところを訳してもわからないってなったら少し離れている可能性があるので、そこを、見てください。で、その部分を正確に訳していくことによって、きっちりした正解が導き出せるということなんで、まず本文を見ていくと、この恩心地してっていう、この恩心地、まあ、この傍線部だけで、まあ、傍線部にもヒントがあるわけですね。まずヒントとしては、恩っていうのがついてるんで、これ敬語なわけですね。恩。これも、敬語っていうのも、大事なヒントになりますね。で、恩心地。で、なんとか、あまならず、もう少し上から、まあ、ここの文からですね。意図哀れなる人を見つるかな。で、あまならずは、っていうここからですね。あまならずは、身では、やむまじき。っていうここの部分ですね。で、ここの部分が、さっき言った、根拠の部分になっていくんですね。っていうような、心地がしたって言ってるわけなんですからね。で、あとはこの、敬語の部分。ここも十分ヒントになると思います。それでは、それをきっちり本文から分かった上で、問いの3番見ていきましょう。1、2、3、4、5、順番に見ていきます。裏寂しいうちにいる二人の尼の姿を、見て、どういう事情で出家したのか確かめずにはいられない聞く君の好奇心なんでしょうか。っていう、ここの部分が、今、1番を見て分かってきましたね。聞く君の好奇心なのかっていう、聞く君の、で、1、2、3、4と、聞く君、で、クロード、ローアマっていう風に、あるんですが、この中で、敬語の部分で、きっちりここの部分を考えると、敬語の部分から、敬語はすごいヒントになるので、この恩心地っていうのは、聞く君に敬語が使われているので、聞く君の恩心地なんですね。で、聞く君の恩心地なんで、1番、2番になるわけなんですね。1番、2番でどこなのか。はい。どこなの、1番、2番のどっちかっていうことになるわけですね。で、そこから判断してもいいですし、この上。あまならずはって、ここの部分を正確に読み取っていくことが大事になります。この根拠の部分を今度は正確に読み取るって言いましたが、あまでなかったならば、この見るっていう、この見る、上一なんですね。上一の見っていうのは、この見っていうのは、見というのは、意味としては、その恋愛関係に落ちる。恋愛関係のことを見る。恋愛関係になることを見る。昔は、昔というか、古文ですね。古文単語では見るというのは、その恋愛関係に落ちること、まあ、結婚することなどを見るというのに、もし尼でなかったら、恋仲に、ならない。で、見で、これ打ち消しなんですね。で、やむまじき。この、やむまじきって、この、やむまじ。この
えっていうのもこの口語の副詞で何々できない、できないっていう否定と否定が、くっついているので、もし山でなかったら恋仲にならないはずがない、ならないはずがない、ならないことはできないって感じですね。ならないはずがないっていう風に絵の打ち消しですね。口の打ち消しなんです。ということは、恋仲、この部分が、まあ、ここの部分が見るというここの部分がしっかり訳せていればもう分かったわけですね。はい、聞く君の恋心、もうここだけで一発なわけなんですね。好奇心でもないし、野心でもないし、警戒心でもないし、親心でもない恋心なわけなんです、2番。だからこの問題は、さっき言いましたが、この垣間見パターンが分かっていればもうそれだけで、あ、もう絶対恋心でしょってなるわけなんです、なるわけなんですね。ただでもそこで、きっちり確認しないで恋心で2番一発ってやるのも良くないんで、今言ったちゃんとした、方法を取って解説するなり、この全体読んで、一応全体読んどいて、隣のうちにいる20歳くらいの女性の姿を垣間見て、合ってますね。はい。で、尼であるらしいとは思いながらも湧き上がってくる聞く君の恋心で、上の部分も大丈夫なんで2番が答えになってくると。で、1345は聞く、まあ、1は聞く君ってところがいいですね。でも他はクロード、追い山ってなってるんで、ここから違うということで切れる。はい。で、聞く君は合ってるけど、好奇心ではない、野心ではない、警戒心ではない、親心ではない、なんで恋心なのかっていう、ここの見るという部分ですね。はい。で、ここの部分から問いの3番は、丸の2番が答えということになってきます。はい。で、さっき、もう一度復習しておく、さっきのパターンですね。解き方として、はい。根拠を見つける。次にその部分を正確に読み取るってなった時に、まず根拠を見つけなきゃいけない時に、何々何という音心地なんで、その音どういう気持ちなのかっていう、この上の部分を見て、あ、ここが根拠になりそうだなっていう検討をつけて、読み取ってみたら、この恋っていう部分で、見るというここの部分で、あ、恋心一発だなっていうふうに、解ければよかったと思います。問いの3番です。それでは次に問いの4番ですね。問いの4番、はい。じゃあ、問いの4番に行く前に、まあ、本文もで、そのような恋の心を、芽生えた、というわけなんですね。で、人なき、暇に御前に、サブラウわらわに、問いたもことで、わらわについて、その隣の隣人の、ことを聞くわけですね。で、ローアマと娘が、いますよっていう話を聞いて、で、そのローアマと話をして、で、ローアマと話をして、ここですね。試みに、セウソコって書いてある、消息ですね。を、手紙のことですね。伝えてんや。と、御畳神に、っていうふうに和歌を書いて、それ、これを伝えてほしいっていうふうに手紙を渡したわけですね。つゆかかる、心も、はかな、たそかれに、ほのみし宿の花の夕顔。っていうふうに言ったわけですね。はい。で、ここの部分ですね。わらわ。わらわは心得も得ず、どうしたんだろうな、とか思いながら、あるようあらん。何か思い当たることがあるんだろうと思いながら懐に入れて、その手紙を渡しに行ったっていう風に、になっていくわけですね。で、その聞こえに行った時に、人々御前に参り、主もつれづれにおわしさんとて、様々な御物語などという、と世も痛く吹けゆけばで、まあ宴会をしたわけですね。せっかく、聞く君が来てくれたから宴会を催してるわけです。で、宴会を催している中で、君は、かの恩返しの糸ゆかしきに、あやにくなる人、しげをわびしゅうおぼせば、眠たげに、もてないたもって、よりふしたまえば、っていうふうに、眠たいふりをした。っていうのが、この傍線部のところなんですね。B。眠たいふりをした。じゃあ、なんで眠たい、ふりをしたんですかっていうのが問いの4番になってくるわけです。はい。で、じゃあここの根拠はどうなのかっていうのはもう書きましたが、やはり傍線部に近いところですね。こう書いてあるわけです。君は、かの恩返しの意図ゆかしくに、あやにくなる人しげをわびしゅうおぼせば。で、この、ここの部分、おぼせばですね。
以前形プラスバ、この解説動画でも何回かやりましたが、以前形プラスバで、これは確定条件、確定条件で、今回の場合は原因理由でいいでしょう。原因理由ってことは何々、すいません見えてなかったですね。原因理由ってことは何々ほにゃららなのでって訳すわけなんですね。ってことは、なぜ眠たいふりをしたんですか、ほにゃららだからなので眠たいふりをしたっていうので、ここのなのでのその上の部分、君やかの恩返しにという歌式に、憎なる人しげをわべしをおぼせば、ここの部分が訳せてれば答えになるはずなんです。でここの部分はどういうことかというと、君はかの恩返し、この恩返しっていうのは自分が送ってそれがの返事ですね。で、ゆかしっていう、このゆかし、ゆかしっていうのは見たい知りたいなんです。それはもう返事が気になるわけなんです。気になって、でもあやにくなる人、都合の悪い人、この都合の悪い人っていうのはどういうことかっていうと、周りにいるわけですね。周りに今宴会をしてくれてるんで、それにバレたくないと。で、その人たちのことをお詫びしゅう、都合が悪いなっていうふうに思いなさってた。ので、眠たいふりをした。で、より伏したまえば、人々、御前にいざ、徳、伏、たまいね、お眠りになってくださいってなって、じゃ作戦通りなわけですね。旧君の作戦通りなわけです。お眠りになってくださいって言ってもらえたので、主も、滑り入れぬ。っていうふうに、なって、その後、かろうじて、わらわの帰り、参りたれば。と返事を持って帰ってきたわらわが出てくるわけなんですね。そこまでが分かれば問いの4番解けると思います。 1,2,3,4,5 しっかり選択肢見ていきましょう。菊君は、追山の娘と恋文を、交わそうとしていたが、クロードたちが、そうした行動を警戒してそばから離れない。そうした行動を警戒してっていうふうにありましたか。ないですね。警戒して、これ違いますね。警戒して、ここはないので1番違います。2番、菊君はわらわを、隣の家林家へ使わして、その帰りを密かに待っていた。密かに待っていた。 OK ですね。丸ですね。密かに待っていた丸ですね。クロードたちがなかなか自分のそばから離れない、離れようと、しないので、そうですね、人々を遠ざけるために眠そうなそぶりを見せた。この上の部分、ここの部分とこの丸の2番がマッチするので、2番が答えなんじゃないか。というふうに、2番を丸にしておきます。で、3、4、5もきっちり切っておくと、菊君は、追山の娘からの返事が待ちきれず、こっそりクロードの屋敷を抜け出して、娘の元に忍び込もう。忍び込もうなんて、手紙のお返事が気になるから忍び込みたいな、そんなことは書いてないですね。3番違います。4番、菊君は忙しく立ち働く、クロードの様子を見て、突然やってきた自分を、接待するために、一生懸命なんだろうと、察し、早く解放してあげよう。早く解放してあげようと気を利かせて。この部分はないですね。5番、菊君は慣れない他人のうちにいることで、気疲れをしていたので、夜遅くになってもまだ、歓迎の宴会を続けようとする、クロードに早く眠りにつけたいことを伝えようとした。慣れない家にいることで気疲れして早く寝たい。この部分もないですね。早くどっかに行ってほしい。わらわらからの手紙が、返事が気になる。だから早くどっかに行ってほしい。だから眠そうなふりをしたっていう、この2番が正解ですね。やはり、防線部の近くに根拠がありますね。今回の問題も。だからまず近くから探していって、あ、ここが根拠になりそうだなって思ったら、その部分を正確に、読み取ること。まあ、ゆか式の意味だったしね。その恩返しが知りたい。で、あやにくなる人。っていう、ここの部分ですね。はい。ここの部分をしっかり読み取って、言うことができれば、問いの4番できたと思います。はい。それでは、問いの4番の、解説は終わりになって、まあ、最後、本文の、ところまで、最後やっていきます。で、そうすると、わらわが帰りの返事を持ってきて、Y の部分ですね。世を背くっていう、ここの歌、ローアマからの返事を もらってきた。っていうことなんですね。で、最後の部分が、その、ここからですね。不思議なこと、このところで、このうの部分ですね。不思議なことに。と、可愛らしかった面影、ロータシっていう可愛らしかった、可愛、らしかった面影が夢でない御枕元に、
ついつと、そういたる恩心地してということで、夢ならぬその変わりやしかった面影が夢じゃなくてその恩枕にぴったりと沿っているんだっていうと、やはりさっきもう少ししたらその本文から触れるって言ったんですが、ここの部分ですよね。いやしいことにとか疑わしいことにそんな風に見えるっていうよりは、不思議なことに、あ、そうっていう風にそういう風に面影が見えるっていうことなんですね。面影が不思議なことに寄り添っているっていうことはやっぱり不思議なことなんですね。1、3が切れるわけですね。はい。で、そこの部分から、このところで問いの4番までの解説と本文のあらすじを話していきました。それでは、次、問いの5番へ行きます。それでは次に問いの5番の、和歌の問題に、関する解説に移りたいと思います。和歌は若干難しいかなっていうふうに思いますね。和歌のところをきっちり取れたかどうか。まず、和歌、の、問題を解く上で、その背景っていうんですかね、その前後の流れをしっかり掴んでおかないと、その和歌だけから、そのアプローチして問題を解くっていうのはなかなか難しいんで、その和歌の、なんでこのいう歌が読まれたのかなっていうのを分かった上で和歌を読んでいく。まずこの X の歌は誰から誰なのかっていうのをきっちり分かって、 Y の歌はじゃあ今度誰から誰なのかっていうのも分からないといけないわけですね。で、この X の歌っていうのは誰の歌かというと、聞く気味なわけなんですね。聞く気味が、その和歌を送るわけなんですが、その中で梅雨かかる心も儚黄昏に、ほのみし宿の花の夕顔、ほのみし宿の花の夕顔。じゃあこの花の夕顔ってっていうと、この娘のことですよね。あの日見た時の娘のことを花の夕顔というふうに花に例えてるわけなんですね。やはりそのこういうふうに分かるためには、なぜこの歌を読むのを聞く君が、その追山の娘のことが好きで、好きだから和歌を送るっていう、この状況が分からないと、ここの花の夕顔を娘だっていうふうにすることはできないと思いますね。その心も儚い、その儚い気持ちになっているというようなところもそうですね、分からないので、 X、 まず和歌の前にその前後の状況、なぜこの歌が読まれたのかっていうのは絶対分かっておいた方がいいと思います。そして次が Y なわけなんですね。 Y、 世を背くむくらの宿の怪しきに、みしやいかなる花の優雅、優雅を。で、ここの部分は、世を背くっていうのは出家したってわけですね。出家してるわけなんですね。で、むくらの宿、むくらってさっき出てきましたね。その隣の家のことですね。ことを、むくらの宿。で、怪しきに。で、この怪しきがむくらの宿って言ってるんで、そこから取ると、さっき、うで解説したところなんですが、ここは、怪しいよ、不思議だ、じゃなくて、見苦しい。とか癒しいってことですね。この選択肢1番でありましたが、ここは癒しいになってくるわけなんですね。癒しいで、ミシやいかなる花の夕顔、そんな癒しい宿のところでミシ、どんな花の夕顔を見たんですか。いや人違いじゃないですかってことなんですね。疑問っていうのはこれ半語と紙一重なんですね。半語になりやすいんですね。見たんですかね、いや見たはずがないっていうのが反語なわけですね。そういうふうに返してるわけなんです。はい。これもな、やはり、しっかりこのむくらの宿のことを全体の流れだったりローアマが返して、で、世を背くっていう古典知識としてもう世を捨てたわけです。世を捨てるってのは出家したことです。出家したっていうことが分かって、出家したからそういうようなその色恋沙汰は、もうゴリゴリですと、もう、世を捨てたんですと、そういうようなことが分かって、古典常識として分かっていれば、この Y も、まあ、ある程度読めたかな、というふうに思います。で、そこまで理解したら、今度は選択肢を切って、正解を見つけていきましょう、ということなんですが、1から5、全部見ていくと、X の歌には、全部間違いがないわけなんですね。X の歌の解釈のところは、聞く身の恋心が儚いだとか、ローマの娘に恋する聞く身の心情、そうですし、ローマの娘を、見染めた、夕暮れ時を指しているんですね。垣間見した女性のいるうちを、指しているとか、宿のところですね。夕顔は聞く意味が垣間見た女性を表していると。この X の部分は全部、合ってるわけなんですね。だから Y の部分で違いを見つけていこうということになります。じゃあ Y の部分を見ていきましょう。
1番 Y の歌はそんな頼りない気持ちであるなら、一時の感傷に過ぎないだろう。これ全然おかしいですね。要素としてもどこも読み取れないですね。そんな頼りのない気持ちであるなら、頼りのないなんてことも出てませんし、一時の感情に過ぎないだろう、そこも、一切書かれてないので1番はまず切れます。で2番ですね、 Y の歌は恋は仏道修行の妨げになるので、残念ながらあなたの気持ちには応えられない、気持ちには応えられないなんていうふうに言ってますか。言ってないですよね。人違いなんじゃないですかと。本当に見たんですかって、いや見るはずがないですねっていうふうに言ってるわけなんですね。だから、この2番も違います。3番、Y の部分ですね、 Y の歌は夕暮れ時は怪しいことが起こるので何かに惑わされたのだろうと切り返している。何かに惑わされたなんて言ってますかね。言ってないですよね。でこの夕暮れ時は怪しいことが起こる、この怪しいをそのまま怪しいと取ったんですかね。ただ今回ムクラとかがあったので、これは癒しいというふうに訳しました。ということはこの怪しいっていうのも違くなってくるわけなんですね。3番も違います。ちょっと3番が切りにくかったかなというふうには思いますが、3番違います。4番、Y の部分は Y の歌はここは天の住む粗末な家であり、そうですね、粗末なって癒しってことですね。ムクラの家ってことですね。あなたの恋の相手となるような女性はいないと、切り返している。そうですね、恋の相手となるような女性本当に見たんですかって、いや見たはずがない、いるわけないでしょって返しているのが、Y の歌なんですね。で4番がこれが答えになってくるなと思って5番も切っておきましょう。 Y の歌はこのうちに若い女性は何人かいるので、一体、誰のことを指しているのかわからない、そんなことは言ってないですね。何人かいる、何人かいるのでなんてことは一切言っていないので5番違います。X の部分は全部正解だったので、なかなかややこしかったかなというふうに思います。 Y の歌を、しっかり訳すことができたかどうか。でただ和歌の歌っていうのは難しいので、もう一度、解放のポイントなんですが、ポイントとして前後の状況っていうのは誰から誰に対する歌なのか、でどういう状況で歌が読まれたのかっていうのが分かれば、やはり、訳しやすくなりますし、それだけ情報が揃っていれば完全な訳ができなくても、和歌の訳は難しいので完全な訳ができなくても、ただ正解することはできるので、自分の持ってる中で戦っていく、という中ではそういうようなやり方を取る、前後の状況を判断し分かるとこからアプローチしていく、で違うところを選択肢を切って4番を導き出せるかなっていう風になってきます。若干これは難しかったですね、和歌の問題なんで。それの5番がで、問いの6番ですね、最後の問題です。これは全体の中を通して言ってることですね。正しいものを選びなさいということなんで、本文に一致してないものを切っていきましょう。1番、わらわは、聞く気味から隣のうちに、にいる女性たちの素性を、問われ、クロードの兄弟のお家山とその娘であることを、伝えつつ、娘は、キーが高いので出家したのだろうとも言ってましたね。聞く気味から使いに行くように頼まれた時もその真意を測りかねたが、何か訳があるんだろうと察して引き受けたと。手紙を渡してこいのところの部分ですね、ここです。わらわらわらわは心も得ず、でもあるようあらん、何かあるんだろうなっていうふうに思ったわけですね。で言ったわけなんで、1番これ間違ってるところが1個もないので1番が正解になってきます。2から5をしっかり切っていきます。こういった問題は、ダミーの選択肢をきっちり切ることが大事になってきます。聞く気味は夕暮れ時に、隣のうちの、母娘の姿を垣間見、まだ20歳ぐらいの娘までも出家姿であることに驚いて興味を持ち、恋心を抱いた。出家した女性を、恋したうことに対しての罪の意識を強く感じたが、本心からの恋であるならそれも許される。本心からの恋であるならそれも許されるっていうふうな部分は書いてないですし、罪の意識っていうのは出家した女性に対してっていうわけではないですよね。ここの部分、それは書いてなかったですね。出家した、いきなり手紙を送るのかどうかな、もう
ここのところですね、いきなり手紙を送るのはどうかなっていう部分ですけど、その出家した女性を恋慕うことに対しての罪の意識っていう部分ではないので、この2番ちょっと切りづらかったかもしれないけど罰なんですね。3番、クロードは来訪したキクミに対して精一杯のもてなしをしようと努めながらも連絡もなくやってきたことに、不満を、感じていた。これ不満を感じていたなんてもうおかしいですね。そんなに一切書かれてないので。で、わざわざ用意した、手もつけない聞く耳の態度にしてますます不快に思った。こんな部分は一切書かれてないです。3番は切りやすかったですね。4番、ローアマは普段は山里に住んでいるが、娘を連れて久しぶりに兄弟のクロードを訪ね、そのままクロードの、隣の家に滞在して、仏に花を捧げるなどしていた。その折、ちょっとした用事で、クロードのところをやってきた聞く耳に娘の姿を見られ、クロードに間の悪さを責められ、クロードに間の悪さを責められたらそんなことは、ないですね。4番違います。5番、ロー・オイヤマの娘は二十歳くらいに、と大層年は若いが、高貴な身分から落ちぶれたことによって、こんなことは一切書いてないですね。なので5番も、切れます。ちょっと若干2番が切りにくかったかなっていうふうに思いますが、ここ何に対しての罪の意識なのかという部分と、本心からの恋心であるなら許される、ここは本文中にないっていうことからしっかり切って、1番が、どこにも本文のどこにも間違いがない、本文中にあることが述べられているので1番が答えということになってきます。まあ、若干今年の問題、そうですね、最後の5番6番あたりがちょっと難しくて、ただ、解釈の問題ですね、初めの方の解釈の問題と文法問題は簡単だったというふうに思うので、全体としてそんなに難しい問題かと言われるとそうではないと思うんですが、しっかり5番6番が正解できるかが2017年度の、ポイントになっていくと思います。以上で、終わりですね。全部解説が終わったんですが、最後にもう一回言っておくと、回答のポイント、今回意識してきたことは、まず根拠を見つけて、でその部分を正確に読み取ることで、根拠を見つけるのも、近いところから探していこうっていう解き方ですね。はい。まあ、いきなり答え、まあ、解説でもやってきた中で、いきなり、はい、ここが答えです、ここが根拠ですよってやるよりっていうよりも、ここ近いところからまず探していくってことが大事ですね。本番どこが根拠なのかなんて分からないので、それはもう自分で探していくしかないわけなんですね。で、そこの部分を、訳していく。ただ、根拠を見つけるときに、今回も根拠、傍線文のすぐ直前だったりしましたよね。っていうことが多いので、傍線文自体にあるヒントがないのか、じゃあ近いところはどうか。それでもなかったら少し離れているのかな。というふうに、近いところからやっていく。これ何度も繰り返して言いますが、これが古文で高得点を取る上でポイントになってきます。それでは、2017年度センター試験国語第3問古文、解説を終わりにします。いかがでしたでしょうか。この動画が皆さんの助けになれば、とてもとても嬉しいです。大学受験チャンネルでは、受験に挑戦するすべての人を全力で応援しています。このチャンネルでは、現役の予備校講師監修のもと、過去問の解説や傾向と対策、受験期の過ごし方も解説しています。よろしければぜひチャンネル登録をお願い申し上げます。それではご視聴ありがとうございました。